どうも、おはようございます。今日もいただいたシートから添削をしていこうかと思います。えー、こちらの方ね、ざっと見ていただきたいと思いますけども、補助線が引いてあるでしょ。で、補助線を一部、レンジの四角、グレーの四角で囲ってあると思うんですよ。まあ、こういう風に見ていくのがいいんじゃないかなと思います。どういう風な見方かっていうと、まあ、まずはね、えー、補助線なんで、尖った部分ができるのも一つ、 うん、あり得るんですよまあ、こういったところですね。尖ったところ尖ったところ。こういうのもあるんだけどももうちょっと俯瞰してみるとですねそれぞれがレンジになっていることも気づけると思うんです。まあ、これはちょっとちっちゃいレンジなんですけども例えばこことかねこことかある程度の大きさのレンジがありますよね。でレンジからレンジに伸びているこの陽線でまあ、ここもですけどもねここも。 こういうふうなレンジがここにありますよね。で、あとは、トレンドが転換して、陰線で繋がってるでしょこれも陰線で繋がってると。こういうふうに分解して、自己解説を成り立たせていくと、だいぶんスッキリ見えるんじゃないかなと思うんですよ。で、この繰り返しがね、今度は、形成中の時に、例えば、この辺に寝動きがある時間帯でも、あ、これはあ、レンジをブレイクして次のレンジに向かうなと。 次ののレンジはどの辺で作られるるるかなという風に前倒しでで考えることができるんですよね。の、まあ、で,すんで一歩前半歩前でエントリーすることもできますし場合によってはああここはトレンドが発生しそうだから天井を破って次のレンジに移りそうだからつまりここからここへ移りそうだからちょっと今は他の作業の手を止めてチャートの方を注目しておこうかなとかあ4時間ごとに見に来てきたけども1時間ごとに見るようにしようかなっていうふうに自分のライフスタイルとねトレードの サイクルをこう調整することもできるんですよでこういうふうになってくると勝率が上が上ってきま,すまあ通常ね私の方は3時間から4時間に1回1時間足を見に行きましょうってことを言いますけどもあの自分の技術によってはだん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 それをねじゃあ今日は別に3時間4時間じゃなくて、うん、5時間6時間に1回見に来りゃいいやっていうふうな緩やかな時といや今回はちょっと。 2時間ごとに1時間ごとに見に来た方がいいかなっていうふうに考えるときとっていうふうに緩急をつけることができると思うんですよそこでまたあの技術とか利益の差が出てきますからねでそのためにはやっぱり徹底的なまずは自己解説を自分で作ってみることで補助線を引いてここにはどういうふうな動きがあったのかってことは後付けしていくことが大事ですで後付けが大体固まってきたら習慣化してきたら今度は後付けから先付けに移行していくことなんですよね で、今回はその先付けの一つが、このね、こちらの方にも描かれてるんで、ああ、よかったなと思いました。それはですね、今後、寝動きがさらに落ちていくことが考えられるんですよ。で、その時に、ここを今ブレイク途中ですけども、ブレイクして、今度の次の抵抗体が、ここだという設定なんでしょうね。これはあながちおかしくはないですよ。じゃあ、この抵抗にぶつかって、まっすぐそのまま突き破って下に行くことも考えられるけども、 跳ねね返って反転するることもあり得るねってじゃあ跳ね返って反転する時はどこでエントリーしようかなっていうふうに構えることができるんですよ今のところそこの根拠っていうのはちょっと薄いんですけどもまあ儲けるとしたらはるか彼方昔のここでしょうかねここと同じ水準でここでエントリーするっていうふうに考えることもできますもちろん跳ね返らずに下にそのまま沈んじゃった場合はこのレンジで取ることもできますけどもレンジがあまりにも小さくてね ここでも反転する可能性があるときってのはちょっと怖いんで、えー、ロットを抑えていくとかデモでやるっていうことになります。まあそうすると実際の金銭的には利益はね、なかったりするけども、実力はついていくわけじゃないですか。で、さらに同じ理屈で、跳ね返らずに下に行ったときってのもあるわけですよ。ね。 そして最終的にはこの3つを全部ぶち抜いたときっていうのはとてつもない勢いでこの黒い、太いね、黒じゃなくて太い赤で書いてますけど、ズバーンと下に行くんじゃないかなっていうふうに仮説すること、これ大いにありえますよね。その際はぜひね、この実態で行くのか、ひげ先で行くのかっていう判断はありますけども、このいずれかを抜けたら、自分はエントリーしようかなっていうふうに決めておくことができると思います。事前に決めておくことがね。まあそうすると、初めてようやく決済しようかなっていうふうな発想にもなるじゃないですか。 だからここまでを積み重ねて、やっと予約決済をしようかどうかっていうふうな検討に入るんで、ここまでのね力がないうちに予約なんていうのはちょっとね、危なっかしいわけですよ。だから予約注文っていうのは、あの、できればね、ちょっと打数を踏んでから考える。まあそういった上の方にある技術だと思った方がいいですよね。レバレッジも同じですよ。レバレッジなんて私はこれからもずっとかけるつもりはありませんけども、レバレッジを意識するのは初心者の時じゃなくて、 実力を随分積み重ねて技術がついて精神力がついて資金力がついた時に初めて考えることなんですよでもその頃にはレバレッジが必要だなんて思わなくなるでしょうね1倍で常に行けばいいってことになりますまあレバレッジをかけてねあのロスカットを食らったりとか資金を全部飛ばしたっていう例はありますけどもレバレッジをかけてね大儲けしたなんてのはまあ滅多にないですしそれを当てにするようではもう単なるギャンブルですからねはい余談を申し上げましたけども今回は以上ですまたシートご提出お願いします